そうですね。まあ、プロジェクトによって関わり方が違うので、まあ、そういう肩書きも変わってくるんですけど、まあ、今回ソナーに呼ばれていることに関して言うと、まあ、アーティスト でどういうアートを作ってるかっていうと、コンピューターのプログラミングを主に使って作品を作っているアーティストという感じですかね。そうですね、基本的にはオーディオビジュアルのパフォーマンスで、何ですかね、そういうお客さんとのインタラクティビティみたいなものはないものをやろうとしてます、うん、で、まあ、そのモチーフとして身の回りのもので、まあ、なんか本当にすごいちっちゃなものでもいいんですけど、見つけてそれを拡大解釈するような作品になってます。だから、まあ、具体的に言うと、例えばもう何ですかね、石ころが転がったみたいなことでも何でもよくて、そういったものをそういった小さな動きとか音とかっていうのを捉えて、まあ、反復して拡張してっていうことをやっているので、まあ、全ての楽曲に元となるすごく小さなモチーフがあります。まあ、でも音楽と映像っていう、まあ、すごく特に言葉とかもない、要は観客にすごく委ねる部分が多いパフォーマンスなので、そういったモチーフを感じる人ももしかしたらいるかもしれないけど、まあ、それがわからない人も多分、まあ、いると思うので、なんですかね、その辺はちょっと見た人がどういう感想を感じるかっていうのはちょっと興味があると思います。